プレンさんはどこかな？どこかな？来たおはこん。おはこんばんは。Say go and Brand。Brand。で、今日は日差しもあって。日差しが。風もそこそこで、うん、ちょっと暖かいので、これから散歩。とかカフェ行ったり、うん、まあ動画のね字幕とか、うん、まあいろいろやったりちょっとのんびり過ごしてみようかなと思います。はい、ってことで行ってみましょう。行きますよ。行きましょう。ということで、まず最初に公園に来ました。あったかいね。ね、もう春を感じるよ。やっと、やっとだよ、やっとやっと、はあ、この風景を写すか。みんなバスケやったり、遊んだり、やっとみんな外に出れるって感じじゃない？ね、そうだね。でもこんな涼しい格好できるよ。風が今日はちょっと強いけど、それでもあったかい、うん、これから咲くね、綺麗な花。なんだろうね、ウィズブレン。ブレンも花に負けないよ。ありがとう。写真撮ってあげようか。犯人は誰だ。お前か。これね、乾く前に鳥がチュンチュンしたんだろうね。ね、え、でも鳥でどうやって歩くの。これこうやって二本足でなんか歩いてるよね、人間みたいに。この足跡だとなんかさ、両足でチュンチュン飛んでるような跡じゃないよね。作り物かんない、ユーモアかな。結構花がすごい綺麗だね。いろんな種類の花がある。綺麗、春って感じ。まだ咲いてないけど、これからかな。明日もっともっと暑くなるみたいな。どこ行く、向かってんですか。え、本屋さん。本屋さん、古本屋さん。うん、古本屋さん。なんかただ大きい本屋さんがあるって。あれじゃなくて、取りすぎてる。ほんと？ここじゃなくて、結構遠すぎてる。うん、結構遠すぎてる。今なんか結構大きい本屋さんがあるって思ってずっと歩いてきたんだけど、まさかの通り過ぎてたみたい。しかも道違う。道が違う。道が、あ、どこ右、 あっちとか。これからまた戻ります。綺麗だったね。ね、いろんなところ見れたね。ね、大きいおばちゃんが来る。かわいい。かわいいね。俺もブレン散歩しようかな、あえて。え？綺麗。教会かな？教会。マックのコップあるよ。最低な人たち。見つけたよ。教会の鐘。教会の鐘。32室って何？本のセクションが32室？それとも部屋が？部屋が？どういう部屋？わかんない。いい匂い、コーヒーの。隣にコーヒーあったね。そうなんだ。
メロみたい。広いよ、見て、うん、あの遠くまで。どうだった？面白かったんじゃない？結構大きいね、やっぱこう見ると結構大きい建物だね。ね、なんか本が欲しくなったら来ればいいじゃん。そうだね、何でもあるね。ね、カフェ行くか。そこのカフェでもいいし、車の方でもいいし。いいよ、どこでも。最後、新しい靴買ったの。買ったよ。日本に生えていくから。よろしく。うちに来る？ちょっとちょっと。バイバイ。ということで、さっきあるお店でシュークリームをね買ってきたからお見せしようかな。めっちゃ大きい。顔と比べてみようか。どう？でかいね。でも顔ここだった。そう、でも結構大きいね。ね、食べる？ちょっと食べてみようか。おこんな大きさ。どう？うん、おいしい。クリーム？うん、なんかなんていう、カスタード？うん、うん、久々のね、シュークリーム。ね、マシ見ないから。日本に帰ったらビアードパパ食べる？うん、美味しいよね、あれ。表参道の美味しいシュークリーム屋さんしてる。なんか甘すぎないね。うん、美味しい。俺でもすごく好きな美味しさ。全然甘くない。ってことで、これからカフェに行って動画を編集してくるよ。うん、ね、オッケー、行きましょう。はい、おーいよ。はい、本当はカフェに行くはずだったんだけど、もうね、閉まってた、ほぼ全てのカフェが。だからいつも定番の、まあ、スタバかタピオカのお店に行こうかなと思います。アメリカあるあるですよ、これは。すごい、ダウンタウンはすぐ店が閉まるっていう、よくわからないね説。8時だけどね、閉まっちゃった。さあ行きましょう、行きましょう。結局スタバに来て編集中。失礼じゃない？失礼かな。失礼じゃない？ブレを触ってあげてるの、ね、ただいま。よいしょ、帰ってきました。動画の編集もあとちょっとで終わりなんですけど。で、今日はあと一つね、やりたいことがちょっと
残ってて、今日ちょっと動画が内容てんこ盛りなんだけど、じゃじゃーん、チャンネル登録者の方から荷物が届きました。うん、うんうん、ロシアから、しかもロシアから From Russia、 ありがとうございます。お、うん、マトリョーシカ、英語で書いてある。These are the bars of hematogen. The hematogen bar contains iron and vitamin C. 鉄分とビタミン C。ビタミン C がこれに入ってる。へえ。おう、チョコ。うん。あ、その子だね。ね、かわいいじゃん。これロシアの店で見たことある。これ、そのチョコ。もっといっぱい、全部読めないから食べてみるしかないね。そうね。ジャズミン茶。うん。それ見たことあるかも。これ見たことある？うん。This is the face wash gel for all types of skin. ロシアのフェイス。ね。スタッフってすごくない？すごい。初めて。絶対買えないじゃん。ね。普通。うん。ブレンちゃん。もう一個。ブレンドだね。ね。ポストカード？マグネット？うん。ポストカード。ポストカード。Hello, Seigo and Bren. Hi. I want to say thank you. Your YouTube video gives people hope, and this is the most important thing. I wish both of you happy and healthy life. My personal favorite videos of yours are 3 years anniversary. The moment then you said thank you to each other and night routine, because Bren was so caring, with all the best wishes. Oh. One of my guys.書いてあるんだけど。Thank you. ありがとう。桜かな？んじゃない？すごい。何のペンで書いてんのかなこれ。なんかあれじゃない？あ、でも違う。でもちょっと水っぽいような、でもクレヨンなんか鉛筆、色鉛筆みたいな。なんかぼやけ感がすごい上手ね。ね、綺麗。ね、これ画像でも動画でも伝わってると思うけど、でも実際見てみるとなんか本当にもっと綺麗だよね。なんかボワーってすごくパステルカラーがぼやけてて、桜だね多分ね。 Thank you。 嬉しい。ありがとう。 Thank you。 じゃあ、okay. このキュートなブレンちゃんとお別れの挨拶をします。ってことで、今回の動画面白いと思ったらぜひ高評価。詰まってた。そう、いろんな情報いろいろ入ってたね。高評価ね。そう、ジャーマンビレッジとかね、今日いろいろ行ったんだけど、なんかまあみんなも行ってみたいとか面白そうとか思ったら高評価、高評価押してください。あとチャンネル登録とコメントの方も下の方でよろしくお願いします。お願いします。と概要欄のリンクをチェックしてください。と服のリンクとかショールームの情報とか、うん、SNS のリンクとかも、そう、インスタグラム、ツイッターがね、やってるのでチェックお願いします。あとこの方みたいにもしお手紙とか絵とか送ってくれたらすごく嬉しいから、うん、あのその住所もあるので、うん、下の PO ボックスっていうか住所の方ね、そこからお願いします。お願いします。ってことで、まあもうすぐ日本に行くので、私たちも体調気をつけて日本に安全に楽しく健康で帰れるように頑張るので、皆さん待っててね。また動画撮るけどね、こっちです。そうね、まだまだ撮るから。OK。 そうってことで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。